本佐草城は、千葉県陰馬郡四水町本佐草と、桜市大佐草にまたがる正門山に築かれた、千葉市後期の本拠地となった、日本の城。文明年間の築城で、国の史跡に指定されている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。室町時代後期に、千葉宗家を倒して、家督を奪った幕張氏は、将軍。 足利義政の命により、千葉三種と地種を支援した、東上縁に打たれ滅亡した。また大田道館も、実種、地種を支援し、土城を築城するなどした。だが、幕割高種の子、千葉佑種は、小学坊を、足利重義氏と結んで、下佐国を平定したことで宗家の地位を確保し、文明年間に、従来の井の花城よりも、内陸のこの地に城を築いて、 本拠地を移したに、大田道館が千葉タスクダネを攻めた時に追い詰められたタスクダネの牢場先が薄水城であったことから、この時点ではまだ本社僧城は完成していなかったと推定されている。その後、九代にわたって、戦国大名千葉市総家の本拠地となったが、天正18年、千葉市が小田原征伐門に改役されると、徳川市に接収されて一旦は破却され、 代わり二条家に、陣屋が設置された。慶長七年十二月に五万国で、松平忠たてるが封じられるが、一月余後の慶長八年二月、品濃国川中島に違法された。慶長十五年、軍事上の必要から同地に封じられた、小笠原義次、土井都市活が再び本佐総城に入って、桜藩の藩長が置かれた。現長年。 半町の桜城への移転と一国一城制により、廃城となった。なお、本佐宗の城下町は、四水塾に移設されて、成田街道の宿場町になったと考えられている。城域は内閣と外閣に分かれており、内閣は南方に谷が刻まれた半島城の丘陵城に示し、王子は三方を湿地帯で囲まれた要害であった。一方の外閣は、 内閣からつながる丘陵場を自然地形と空堀で分断した広大な地石を持ち、千葉市の勢力が伸長した後、家臣団の屋敷地として整備されたと考えられる。国史跡に指定されている本桜城跡現在でも、城の土塁や空堀などの遺構がほぼ完全な姿で依存しており、1998年9月11日に本桜城跡の名称で、 千葉県内の城郭としては初めて国の史跡に指定された。なお2019年9月現在、本城以外に県内の城郭で国の史跡に指定されているのは、立山市の稲村城と南房総市の岡本城がある。ありがとうございます。